この状態だと、うん、暑かったって回らんのか。風かなんかで折れてしまいました。お疲れ様です。今日は今日も草刈りをやっていきます。いよいよ今日はねここをやっていきたいと思うんですが、ここはちょっとねこの真ん中あたりに参拝が置かれてるんですよね。なのでちょっとチップ層でやるには大変危険というかやりづらいというか、まあ危険ですね。なのでテクニブレードの方でねここを貼っていきたいと思います。この前ちょっと初めてテクニブレード使いましたからね、なかなかまだちょっとチップ層とは使い勝手が違くて慣れないのでね、不安ではありますが、使っていくうちに慣れていくと思うのでね、まあ、そういった練習も含めてやっていきたいと思います。今のままじゃもうボーボーすぎてダメなんで、とにかく練っていきたいと思います。やっていきます。プラン B、チップ層でちょっとこの伸びすぎちゃってね、この状態でやるとナイロンすぐ絡まっちゃうので、一回チップ層で上の長いところをね、刈っていきます。それからナイロンでやればいくらかやりやすいはず。
難しい。紐の長さは大丈夫？このぐらいで。紐の長さというか、うん、草に当たるスレスレで買ってくるんだ。あ、もっと地面スレスレで。いや、そうですね。これ刈るときに、うんうん、要はこの状態だと、うん、圧かかって回らんのな。だからこんぐらい離れて、ちょっとこれにする。あ、すでんなっていうぐらいの。このコード、コードの先端が当たるように。うあ、あなるほど。確かに元からやる。あ、そうすると力が落ちる。なるほどね。そこがあれか。チップ層と感覚が違う。うん、そうそう。あ、なるほど、なるほど。薄く、薄く。この先端を当てるイメージで。そうそうそう。オッケーオッケー。違うら。違う、でも全然違う。やっぱ切れるね、本当だね。これじゃあもう本当チップとみたいに変にガーガーってやるとせずに、先端を当てるっていうのを意識して、じゃあ慣れるまでやっぱこまごまこうやってやっていくっていうもんかね。この先端。そのチップとはこうスライドすればそれで枯れていくけど、うんうん、その場合砕いていくから同じ場所ガーガーガーってやった方がいい。ああ、なるほど。じゃあ変に焦ってこうやっちゃいけないんだね。そう、ゆっくりガーガーって1回で全部刈り切るぐらい。なるほどね。確かそこは全部聞くまでわからんかったな。チップ層感覚でやっちゃってた。
通にやってるから全然できるもんだと思ったら本当コツがいるね、これは。コツがいるよ、マジでむずいじゃん。本当に思ったように貼れんもん。この刃を草に対して草を切断していくように、うん、倒れとる草だったらこう縦にしよう。ああ握ってからこうやる。マジでコツだ。いいよこれ。もうそれはずは本当やっていかんと、もうここはこういう風だなって感覚が絶対的に、うん、はじかれたりはしんもんで、うんうんうん、その分安全だけど、確かに。どういう角度でやってる。そうだよね、ああいうの当たってもね、全然。ああいう水路の際とかもバーってやってた。なるほどね。ああ、でもなるほどね。さっきのアリのアドバイスの中でだいぶ貼り方が分かったんで。はい、ようやく参拝のね、ここに置いてあった参拝ゴミが、見えてきました。うわ、ちょっと蜂が飛んでるな。蜂ジェットやっとくか。はい、チップ層じゃまずちょっとできませんでしたね、絶対。危なくてしょうがなかったですが、ここはテクニブレードの強みがかなり出ましたね。ちょっとえらい足長鉢が飛んでますね。ちょっと怖いな。あー、てかそう、皆さん見てください、こちら柿の枝ですね。これ僕たちが切ったわけではなく、風かなんかで折れてしまいました。朝来てね、ここ刈ろうと思って見た時に、そう、なんか違和感があって、よく見たら折れてたんですよね。誰もいない時で良かったですけど、とりあえずあれをどかしちゃいますか。柿、ダメだダメだ、めちゃくちゃ蜂が飛んでるわ。ちょっとダメだ、怖い、危険。はい、あれからね1日が経過して、家からこちらのね、以前視聴者様よりいただきましたこの蜂ジェットを持ってきました。
かなり蜂が湧いちゃってたのでね、一旦これで蜂を駆除してから作業の続きにね取り掛かりたいと思います。そしてこの北斗、なんとですね買ってきました。ホームセンターでこの羽帽子と、まだまあ完全装備とまではいきませんが、今までよりはまたねさらにパワーアップしたこの服装でやっていきたいと思います。とりあえずは蜂を、この黒いあれの中が怪しいんだよな、どうも。とりあえず全体的にかけてきます。あ、出てきた出てきた。うわ、すげえブンブン言ってる。いや、本当に巣があったんだな。めちゃくちゃ出てきたもん。ハチジェってやっぱすごいな。反撃の隙を与えずに、こんな服装ですが無事刺されずに駆除できました。念には念をということで、もう一本追加でやっていきたいと思います。いいかな。これをちょっと切ろう。おそらく風で折れてしまった柿の木をの枝を取り出したいので、ハンディサーで切っていきます。これは切るときでも使えますね、かなり。これで切ってきます。よし、多分こんなもんか。はい、無事、刈り終わりました。
ここもね、しっかり蜂の巣がどうもあったので、早めに駆除ができてよかったです。はぁ、偉いこと。それでは本日の動画は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。